IMCJ からお届け研究者図鑑。こんにちは。こんにちは。様々な分野の研究者を365日毎日ご紹介する研究者図鑑のお時間がやってまいりました。私、案内役の西尾です。本日ご紹介する研究者は、国立国際医療センター研究所の高橋義光さんです。高橋です。お願いします。どうもよろしくお願いいたします。本日は東京都にございます国立国際医療センターよりお届けしております。それではですね、本日高橋さんにお聞きする内容なんですが、こちらの3つのキーワードになっております。では早速1つ目からお聞きしていきたいんですが、こちらですね、医師主導の臨床研究ということでですね、こちらこの国立国際医療センター、その実際に医療するセンターと研究所とが、なんて言いますか、2つなのであるんですが、そういった意味でこういう医師主導のというキーワードがありますが、どのような研究内容なんでしょうか。そうですね、一つは医師、お医者さんの人たちが、どういう臨床の現場でどういうふうに、研究をどういうことにこう疑問を持っているかということを具体的にこうしたいっていう疑問があるんですけども、それを本当にその疑問が正しい、その疑問に対して答えを出すために、臨床研究というものをするんですけども、それ、正しいエビデンスを出すためには、ある程度しっかりのっとったやり方で研究をしていかなくてはいけないんですけども、それをいかにすればそのような正しいデザインで研究ができるかということをこうサポートするような仕事をしています。はい、その医師から出てくるそういうこれがしたいという要望というのは、例えばどのようなものがあるんでしょうか。今ベトナムの方と研究していることがあるんですけども、それは鳥インフルエンザが今ベトナムの方で何例か出ているので、実際にベトナムの方とかは、何名かの鳥インフルエンザの患者さんの症例を集めていて、ただ実際にどういう患者さんがその鳥インフルエンザでどんどん悪化してしまって亡くなってしまうとか、あと実際にタミフルを投与した場合に、ありますが、本当に効いているのかどうかということを集めたデータをしっかり解析をして、本当に効いているのか効いてないのかという形で、データをまとめていく、結果をまとめていくというようなことをしております。なるほど、ある意味データの管理といいますか、データの集め方であったりとか管理の仕方といったところを、ある意味指導するような形になるんですね。そうですね。センターの方で、一緒に研究しているデータマネージセンターというのもあるんですけども、そこに約10名ぐらいのデータマネージャーの方がいて、私はその公衆衛生とか、臨床研究などのバックグラウンドを持っているんですけども、その前に SE などもしていたので、データの管理とか、データのマネージメントというのをSE としての知識と、あと、臨床研究での知識を活かしながら、一緒に臨床研究をしていくというような形です。なるほど。ではそういった意味では、現場の医師と、そういうデータマネジメントセンターとの、橋渡し的なところもされているということですね。なるほど。それが、この医師主導の臨床研究ということで、医師主導ということは、何かお薬を作るとかっていうような何か知見的なものではなくて、この医師のニーズをベースにしてというですね。よく新薬、創薬とかでは、知見と言われていて、新しい薬が本当に効くかどうかということをするんですけども、私たちが知っているのはどちらかというと、もうすでに臨床の現場で2つの薬があったときに、本当にどっちが患者さんに聞いてるのかとか、どっちの方が患者さんの満足度が高いのかみたいなのを調べているので、ちょっと知見とは違うところはあります。ただやり方としては、もう知見に近い方法論を使っています。なるほど。より現場に近い、そうですね。臨床研究ということですね。では2つ目のキーワードなんですが、の心の病の SNS という、また少しガラリと変わったキーワードで、非常に気になるキーワードではあるんですが、こちらはどのような内容なんでしょうか。そうですね。これは、私が心の病を持っている人たち、今、ミクシィなどがすごく流行っていると思うんですけども、
心の病とかこうつの人たちの、はい、そのがだけが集まってる SNS というのがすでにあるんですね、うん、はい、で実際にこう SNS は総務省とかからもすごく注目を浴びてるんですけども、はい、まあ、どういう人たちが本当に入ってきてて、うん、で、まあ、本当に有効でこうネットワーク、その人と人とのつながりが改善できてるかっていうのはちょっと分からないところがあるんですね、はい、でただまあ実際にうつの人たちとか心の病の人たちが入ってる SNS っていうのがあるので、うん、まあ、本当にそれがどういうふうに利用されていて、うん、本当に安全で、はい、逆に本当に問題点はどこにあるのかということをこう実態調査をしているということになります、はい、ほう、だから、実際に具体的にはどのようなところことをまあ調査をされているのか。具体的には2つありまして、はい、1つはこう参加している人に対してのアンケートですね、はい、これはインターネット上でアンケートしているんですけども、うん、それは、まあ、実際に、まあ、属性的な男女とか年齢とかを聞いてますし、はい、あとはその SNS に対する満足度とか利用状況とかですね、はい、うん、あとは実際に通院してる病医療機関にどれくらい通院してるとか、はい、相談はどれくらいしてますかっていうことですね、うん、あともう一つ大きなメインとしては、SDS という精神健康状態を測る、はい、尺度を用いて、まあ、どれくらい抑うつ性があるのかということを調べています、はい。でもう一つのデータとしては、その SNS 自体のデータですね。うん、あ、はい、SNS 自体が持っているデータをこう管、SNS の管理者の人と協力をして、はい、まあ、私の方で解析をして、はい、で管理者の人とこう相談しながら、はい、こうできる限りこう参加者の人たちにいい情報をフィードバックできるように、はい、まとめてフィードバックできるようにしています。SNS 自体の情報というのは、まあ、どのような使われ方をしているかとか、はい、そういう人のネットワークがどう構築されているかとか、はい、そういったようなところなんですね。はい、まあ、一つ目はその参加されている人個人のについてのアンケートと、はい、もう一つは SNS というシステム自体についてのデータは解析されるということです。でそれによって何かこうその調査によって何かまあ、明らかになった傾向みたいなもの、うん、事例とかをご紹介いただければと思います。今2年ぐらい前からこう研究を始めて、はい、でやっと先日アンケートが終わったというところで、はい、まだこう十分な解析までできていないんですけども、はい、例えばこう抑うつ傾向の高い人、うん、それは、まあ、あまりこう一般的には社会とつながりにくい、こう喋りにくいというような、はい、うん、ことが考えられるんですけども、その閉じられたその心の病を持つ人の SNS の中では結構中心的な役割を果たしてコミュニケーションを活発にしているというようなこともありますので、はい、ね、ちょっとその SNS 特有の傾向かもしれないですね、はい、なるほど。まあ実際に社会の中ではなかなか人とコミュニケーションするのが苦手な方が結構そういう SNS といったような形でのコミュニケーションになるとすごく主導、まあ、リーダーシップを発揮される事例があるという感じですね。なるほど。そういったことが結構調査から明らかになったんですね。はい。で、そこで明らかになったことを、まあ、僕はそのサイトの、まあ、なんて言いますか、よりいいサイトを作っていくところで、反映させていくということなんですね。そうですね。あの、管理者の人と協力をして、はい、でも、やはりこう、調査させてもらって、はい、データを得たものを、こう、できる限り、参加者の人たちに、フィードバックできるように、はい、こう、システムの、サービスの改善という形でできる限りフィードバックしていきたいなと思っています。なるほど。最後の心の病の SNS ということで、はいはい、まあ、そういう意味では一つ目と二つ目と、まあ、2本の柱の研究をされているような感じなんですが、はい、何かこう共通点みたいなことというのもあるんでしょうか。はい、そうですね。あの、私自身がこうもともと学部の時とか社会学をしていて、はい、まあ、人に興味があったんですね。で、修士の時とかは、社会文化環境とか、はい、と環境認知学とかそういうところを勉強してまして、はい、まあ、人と人とかがどういうふうにつながっていくのか、はい、つながってこう情報によってこう態度とか知識と か行動が変わっていくのかということに興味があったんですね、はい、で実際にこうその時にデータマイニングとかもしてまして、はい、こう本当にデータにのっとって、はい、いかにこう
事実にのっとったデータをから結果を出していけるかということに興味があったんです、はい、でその一つの方法としてネットワーク分析とかデータマイニングというのを使っていたんですけども、はい、手法としてこの臨床研究という、特にこう病気とか医療に関わるデータ解析の中で非常に、確立したというか、はい、ものがあって、それにのっとってこうエビデンスを作っていこうという、はい、医療では流れがあるんですね、はい、エビデンスベースメディシンとも言われている EBM なんですけども、はい、でその人と人とのつながり、はい、どういうふうに人と人がつながって、でどういうふうに情報が流れているかということをその EBM にのっとって、はい、結果を出していきたいということで、はい、この2つをキーワードにして研究をしています、はい、なるほど。そういう EBM エビデンスベースドメディシンという、はい、まあ、一つのエビデンスというキーワードというのがこの2つの研究をつないでいるわけなんです、はいはい、それではあの3つ目のキーワードなんですが、はい、まあ、先ほども少し出てきたんですが、この行動力を、行動を変えるための方法ということで、はい、こちらはどのような内容なんでしょうか。はい、もうそうですね、SNS というのは、やはりこう、今まで人と人との、人のつながりというのはなかなか見えてないところだったんですけれども、はい、SNS 自体が、こう、今までの見えなかったつながりというのを結構目に見える形で出ている、はい、見えるので、はい、やはりこうそのような、対象とかを使って実際にどういうふうに行動を変えられるのか、はい、どういう情報を持つ、人に供給することによって行動ができ、はい、変容変えられるのかということを、はい、こう研究をしていきたいなと思って。なるほど、まあ、そういう意味ではこの心の病の SNS なんかも、はい、やはりここ、まあ、いろいろと、まああのまあ、不安を抱えた方々が入っておられると思うんですが、まあ、そういった中で、まあ、そのサイトの中でどういういろいろなやり取りであったり情報のやり取りがある中で少しずつ行動が変わっていけばという、はい、そうですね、ところなんですね、はい、ほう、ではそういった方法を、まあ、あの何ですか、作っていきたいということなんですか。そうですね、こう今までこうエビデンスもたくさんいろいろ出てきてたりとか、はい、いろんなことが分かってきてることはたくさんあると思うんですね、はい、ただ本当に必要な人に必要な情報がどれだけいってるかっていうと、はい、なかなかそうなってない現実があると思うんですね、はい、なのでこう私が今将来的にしたいなと思っていることは、はい、本当に必要な人に必要な情報を供給というか、こうつなげられるような、そこでこうくっつけることができるような、はい、まあ、システムとかサービスとかそういうことを実現できていったらなと思います、はい。なるほど。まあ、そういう意味ではこの行動を変えられるための方法、まあ、それ自体を作るというのももちろんあるんですが、はい、もうその情報、まあ、いろんな方法が世の中にはもうすでにある中で、はい、まあ、なかなかその情報が行き渡っていないと、うん、まあ、それをうまく必要な人に必要な情報という、うん、まあ、方法を何か紹介できるようなシステムというのを、まあ、作っていけたらということなんですね、はい。なるほど。ありがとうございます。まだまだいろいろとお聞きしていきたいんですが、お時間もやってまいりましたので、本日の研究者図鑑をここまでにさせていただきたいと思います、はい。まあ、この研究の内容としまして、医師主導の臨床研究、そしてあの心の病の SNS のまあ調査研究と、まあ、それをフィードバックにして、まあ、より良いサービスを作っていくという、まあ、大きくこの2つの研究をされていて、まあ、それは1つのエビデンスというキーワードで結びついているところなんですが、まあ、そういった研究を通じまして、まあ、行動を変えるための方法、まあ例えば心の病の SNS の場合は、そういった心に何か病を持っておられる方をより何か前向きに行動できるような何か、方法というのを何か提供できるようなサービス、またそれそういったサービスというのを、まあ、やはりまだ届い知られていないところがあるので、そういう必要な人に必要な方法というのを知らせていくようなシステム、そういったものを今後作っていきたいということでですね、はい、いや本当にこの心の病というのは、まあ非常に今現代の社会で大変問題になっていますので、まあ私もこの研究者図鑑のストックがだんだんなくなってきましたら、非常に心が病んできますので、ぜひですね、こういった、まあ必要な人に必要な方法というのを提供するという非常に社会的にも意義のあることだと思いますので、ぜひ今後も研究活動を頑張ってください。どうもありがとうございます。どうも本日はありがとうございました。ありがとうございます。それでは本日の研究者図鑑はここまでです。また明日お会いしましょう。さよなら。